東武博物館は東京都墨田区東向島4-28-16東武伊勢崎線東向島駅高架下にある東武鉄道に関する資料、車両などを収集、展示している博物館、鉄道保存展示施設、運営は一般財団法人東武博物館。 東武鉄道創立90周年記念事業として1989年5月20日に東武鉄道伊勢崎線東向島駅高架下に開館した。東武鉄道で実際に使われた蒸気、電気機関車や電車、バスの展示をはじめ、電車、バスの運転シミュレータ、ジオラマなどが展示されている。2012年からは一部現役車両の保有を開始しており、 8 0 0 0千8 1 1 1編成 ISL 大樹に使用される車両が同博物館所有となっている。このうち b 1系6号蒸気機関車1 7 2 0七1 7 2 1号電車2 0 0二2 0 3号電車は屋外にて保存されている。1721号電車と203号電車は建物に隣接しており、館内から車内に立ち入ることができる。 一方、6号蒸気機関車は、施設からやや離れ、南側に国道6号を越えた場所にある SL スクエアという東部スカイズリーライン高架下の一角に設置されている。電車用4台、バス用1台が設置されている。そのうち、電車シミュレーター3台は、リニューアルオープン時に音楽館によって制作、監修された。 ウォッチングプロムナードと通過中の列車20名以上の団体の場合は大人100円、子供50円。障害者手帳を提示すると団体料金と同額。ありがとうございます。